違う違う。よし次。分かっているだろうな。嘘をつけば子供たちは皆殺しだぞ。ピコデビモン。パンデモン様。なんだ。8人目が見つかりましてございます。何？見つかったの？光。聞いたかっている。よし、そうと分かればここに用はない。はっ、こやつらはいかがいたしましょう。眠らせておけ、後でゆっくり味見する。
ガデストロイヤー、ガデストロイヤー、勝利だ。行くんだろう。今のうちに中で捕まっている人たちのところに行くぞ。勝利だ。
詳しい話は後で。行こう。何？ヤマト？どうしてここに？怪獣？怪獣ではなくデジモンです。安心してください。僕たちの味方です。味方？ヤマトさん、ソラさん、ゴシロ君、ここにいたの？ヤマト！親父！おーい！タケル！タケル！パパ！お前、どうしてここに？お兄ちゃんがママのことがどうしても心配で来ちゃったんだ。ママも途中まで一緒だったんだよ。その弟子も。何をするつもりだ？バンデンのデッドスクリーンを受けたのですね。何なの？リリボン、あれ、私、このデジモンは悪いデジモンじゃないよ。タグと紋章を持ってるんだ。これは光の紋章とタグだ。バンネモンに捕まっているテイルモンを助けたい。テイルモンが8番目のデジモンなんだ。本当か？まさか。光は一体どこに？そうだ、バンデモンのところに連れて行かれたんだ。店内さんによると、この屋上に結界の中心があるそうです。バンデモンもおそらくそこに。みんな、行くぞ！よし、案内しよう。おお！邪魔するな！ありがとう、みんな。さあ、屋上に急ぐぞ。
Wait.
娘、お前はなぜ自分から名乗り出た？みんなを苦しめるから。テイルも、なぜ8人目の顔を見ない？そんな娘は知らない。そんな奴8人目などではない。なるほど。光！そう、8人目は光というの。光、テイルも吐くのはいいな。させるか！光ちゃん、みんな。うるさくなってきたな。笑ってる余裕などないわよ。みんな、お待たせ。みんな揃ったんだ。俺の妹に手を出したら承知しないぞ。光、デジバイスを受け取れ。バンデモン様、これさえこちらにあれば怖いものなしです。よくやった。これでお前たちなど相手ではない。ああ、私を倒せるなどと思うな。ナイトレイド光。ああ、雑魚が邪魔しよって。ウィザーモン、死んじゃダメ。無事か、テイルモン。ウィザーモン、すまない。こんなことに巻き込んで。いいんだ、君に会わなかったら私は意味のない命を長らえただけ。君に会えてよかった。ウィザーモン、ありがとう。光のデジバイスが苦しい。光、受け取れ。しまった。子供たちの使命を邪魔し、現実世界にまで侵食した挙句、我が友ウィザーモンを亡き者にした罪を知れ。この世界を全て闇へと塗り替え、デジタルワールドと融合し、全てを滑る王となるため、私は私のなすべきことをしてきたまで。ファンデモン、罪を悔いるつもりはないのだな。
が動かん。バンデモンとの決着をつけるんだ。ホーリーアロー行くぞ。お願い、ギガデストロイヤー、ギガデストロイヤー、シャドーウィング、スラッティストリーム、ナイトレイン、
デッドスクリーン、デッドスクリーン、世界を元に戻せたのか。二人ともどうしたの？よく見て。なんだ？霧、晴れないよ。え？なんだって？デモンを倒すだけじゃダメなのか。そんな、じゃあ霧に閉じ込められたまま。メール、源内さんからだ。子供たちを喜べ、バンデモンを倒すヒントを見つけたぞ。古代遺跡で見つかった予言の歌じゃ。はじめにコウモリの群れが空を覆った。続いて人々がアンデッドデジモンの王の名を唱えた。そして時が獣の数字を刻んだ時、アンデッドデジモンの王は敵の正体を表した。天使たちがその守るべき人の最も愛する人へ光と希望の矢を放った時、奇跡が起きた。では幸運を祈る。ヒントって言ってもちんぷんかんぷんね。この霧を晴らす方法はわからないの？それが。お兄ちゃん、早くお父さんとお母さんのとこに行こう。とにかく移動するか。What?
脈拍は正常だ。女王のお兄さん？ああ、押し入れに入ってたおかげで化け物に見つからなかったらしくてね。お兄さん、お医者さんなんですか？まだ医学生だけどね。それより今はまずこの人たちだ。私のせいでこうなったのね。私のせいでもある。大丈夫よ、みんな眠ってるだけだもん。時間が経てば目を覚ますわ。ゾイ、何ですか話って。怪物から隠れている間、お母さんと相談して話そうと決めたんだが、実は私たちはお前の本当の両親じゃないんだよ。知ってました。聞かなかったふりをして、それまでと変わらずに振る舞おうとしましたが、結局できませんでした。本当の自分を隠すようにパソコンにはまったり。パソコンにはまったっていいんだよ父さん。それがお前の個性なんだから。しかしそっくりだ、お前の本当の父親と。本当のお父さん？私の遠縁にあたる天才肌の数学者だった。そうだったんですか。お前が大人になったら打ち明けるつもりでいたが、すまなかった。本当のことを話してもらってありがとうございます。あ、いえ、あ、ありがとう。今まで通りでいいんだよ。そうよ、お前が元気でいてくれたらそれ以上は何も望まない。小四郎はん、思う存分泣きなはり、甘えなはり。一体なんだあのコウモリの群れは。空も太陽も隠れちゃう。はじめにコウモリの群れが空を覆った。本当の恐怖はこれからだ。空、お母さんが。バンデモン様。お母さん、どうしたの？お母さん。バンデモン様、バンデモン様、バンデモン様、バンデモン様。やめてくれ父さん。パパ、ママ。これは？あの、気になることがあるんですが。予言だろう。人々がアンデッドデジモンの王の名を唱えた。コウモリの予言もあったんだよ。なんだって？三番目の予言は何だった？時が獣の数字を刻んだ時、アンデッドデジモンの王は獣の正体を表す。なんだよ、その獣の数字って。666。ヨハネの黙示録に出てくる数字のことだ。666ってことは6時6分6秒？もうすぐだ。バンデモンなのか？でも、あの大きさ。ベノムバンデモン様の姿に声も出ないようだな。ベノムバンデモン？パワーだ、パワーが足りない。食料でしたら確保しております。さあ参りましょう。まずはお前からだ。何をされるのです。そんなことさせるもんか。
るもん。ガデストロイヤー、残念。全然効いてないぞ。ガブモン、なんてやつだ。悪な力め、もう一度滅ぼしてくれるわ。おめえらが俺様を滅ぼすだと。あの怪物も完全体なのか。調べてみます。究極体、完全体より上の進化があったのか。聞かねえな、おめえらの攻撃は。頑張って、エンジェモン、エンジェウーモン。そうだ、あの予言の続きは。エンジェモンとエンジェウーモンが天使たちだとしたら、では次の守るべき人というのは。タケル君とヒカリさんだ。次は最も愛する人だ。こちらに置き換えてみましょう。天使が慌てとしたら、守るべき人は幸四郎はんや。最も愛する人はお父さんとお母さんだ。ヒカリさんとタケル君が最も愛する人。家族だよ、親兄弟だ。でも愛する人たちにどうして矢を放つんだ。キューピッドは愛を与える矢を放つわ。そりゃエンジェモンとエンジェウーモンが愛の矢を放つんです。どう思う。きっとそれだ。でもそんなことしたらお兄ちゃんたち死んじゃうかも。死ぬもんかな。ああ、わかった。あたしの光を、僕の希望を、その矢をお兄ちゃんたちに。奇跡を信じて。怖いか。怖くないと言えば嘘だ。実は俺もだ。俺が逃げないようしっかり捕まえてくれ。わかった、俺の方こそ頼むぜ。奇跡よ、起きろ。
バンデモンの正体だ。今度こそ決着をつけるぞ。
る。行くぞ。頼む。ガイアフォース。ガイアフォース。Hey!
ドスプレもよくやったよ。あら、あなた誰？プロットモンです。よろしく。アグモンたちを究極体にするのにエネルギーを使っちゃって、デールモンも成長期に戻っちゃったの。タケル！ママだ！無事だったのね。よかった。母さん。また背が伸びた。少し。しばらくだ。久しぶりだね、お兄ちゃん。みんなが揃ったの。ああ。そうだな。私のパパやママ、大丈夫かな？あれは、新兄さん。みんなのご家族は無事だ。元に戻ったよ。よかった。よかったね、ソラさん。うん、ねえ見て、霧が晴れていく。デジモンワールドではない。そうです。
こっちに来てからもう数日経ちます。ということはデジモンワールドでは何年も経ったことになる。僕たちがデジモンワールドの歪みを正さないまま来ちゃったから、ブーちゃん大変なことになってるんじゃないの。その影響が私たちの世界にも現れたってこと。行ってみよう、もう一度デジモンワールドに。でもどうやって行くの。初めてデジモンワールドに行った時はデジバイスに導かれたんだ。だったら今回もきっと。うん、試してみる価値はありますね。よし、みんなのデジバイスを集めるんだ。頼む、俺たちをまたデジモンワールドへ連れて行ってくれ。この光に乗ればデジモンワールドへ。ああ、きっと行けるさ。タケル、せっかくみんな揃ったのにごめんね。でもちょっと行ってくる。このままじゃ地球はおしまいなんだ。だから俺たちが母さんたちを守る。タケル、ヤマト、頼んだよみんな。私、コウシロウたちを信じます。じゃ行ってきます。タケル、ヤマト、お母さん、お母さん、パパ、ママ、お母さん、父さん、大地、光。